五六十年。桜の皮で、これカバ、カバ細工、材料が山桜です。山桜。元はあの山の上に広がったんです。なんか二つに割れてる山の上。まああれは木の生え方っていう。あ、そうなん。そう、あそこにはこっちだけ穏やかになってる。へえ、そうなんや。割とこの木によって差がね。うん。綺麗な通りや。